これちょっと三角形なんですよ。ちょっとブルブルしてるな。ブルブルしてる。ちょっとエンジン止めよう。はい、皆さんこんにちは。車の大事典、ここはシノピーです。今回はこちら、セイコー産業のスイッチエキステンション BK というジムニー専用、スイッチを見ずに直感的に窓の開閉操作ができるというね、商品ですね。 JB64、JB74 ですね。まあ、新型のジムニー、ジムニーシエラなんですが、通常窓のスイッチっていうのは窓ガラスの下らへん、この肘置きらへんっていうのかな、ちょっとこう出っ張ってるとことかにウィーンという、こうスイッチがついていて、それを押すとこの窓が下がるというのが一般的なんですが、この JB64、JB74 は中央にそのスイッチがあるんですよ。ナビの下の方にあるんですよね。窓ガラスを下げるスイッチとかが並んで5、6個あるのかな、他のスイッチも含めて。まあ慣れてないっていうのもあるんですが、ちょっとね、操作しにくいっていうか、どれか分かりにくいんですよ。スイッチもすごい大きさも似ていて、どれだどれだ、ちょっとこう目離すのも怖いなっていう時があるんですよね。これはそのスイッチに取り付けるスイッチスイッチです。スイッチスイッチって何なのって話なんですが、カバーですね。まあ、窓ガラスのスイッチが分かりやすくするためのスイッチカバーなんですが、何よりもこのセイコー産業、このパッケージがね、面白いなと買ってから気づいたんですけど、操作感を体験してみようっていうのが書いてあって、ここは切り抜かれてるんですよ。でこの中にスイッチが4つあって、実際にスイッチのところをこう触れる、これすごい面白いなと、こだわってるなと。金額が1000円ぐらいだったかな、1000円ちょいぐらいでした。でまあ、重要になってくるのはどれだけ純正感があるか。このセイコー産業ってね、なかなかいい仕事するんですよ。従業員の皆さんね、ジムニー、ジムニーシエラ乗りの方なんじゃないでしょうか、大半が。それぐらいね、かゆいところに手が届く。過去にもこのセイコー産業の商品っていうのはいろいろ紹介したんですが、本当にね、優秀なんですよ。まあ、取り付けはね、本当両面テープでピッとこうくっつけるだけなので非常に簡単なんですが、どんな感じの見栄えになって操作がしやすくなるのか、手探りでなんとなく分かるようになるのか、これだけでもね、すごいありがたいことなので、実際に取り付けてどんな感じかっていうのを今から見ていこうかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらジムニーシエラなんですが、窓ガラスのスイッチがここにあります。これですね。これが運転席側、これが助手席側。通常って言い方するとおかしいんですが、こっちの窓の方、この辺にこうスイッチがあるはずなので、簡単に手探りで探せるんですよ。けどこのジムニー、ジムニーシエラっていうのはこっちにスイッチがついているので、これを手探りで探す。でスイッチが4つあって、どれも似ているんですよね。なのでどれか分かりづらい、それをなくすためのスイッチカバーを今回取り付けていきます。で物がこちらになります。こういうふうに両面テープでくっつけますよと。取り付け方法、まず砂ぼこりを除去します。で油分を中性洗剤でよく落とします。まず最初に当てがって、取り付け位置を確認。でスイッチの表示が隠れないように注意してください。左右の壁に干渉しないようにスイッチの中心になるように合わせてください。で両面テープはスイッチとの隙間ができないように注意してください。で貼り付け位置を確認したら、両面テープの剥離紙を剥がして正面から確認しながら貼り付けてください。まあ、こういうふうにいつもしっかり書かれてますね。まあ、こういうふうにくっつけますよとか、まあ、ここら辺もねすごい分かりやすい。でこれですね、僕が言ってたの、触れるんですよ。スイッチが1,2,3,4と、これがつくとものすごく簡単です。もうすぐ終わっちゃいます、多分。この部分ですね。で純正はシルバーなのか、この大きさが全て同じなんですよ。で今回取り付けるのがこちらです。あ、こうか。あ、しかもちょっと面白い、パッケージちょっともう一回見てもらいたいんですが、これね、このさっきついてたやつ、ここにこうスイッチがあったんですが、これ取った裏側純正のスイッチなの。僕こういうの好きですよ、面白。こういうことね。とりあえず2個貼るか。ちょっと1個嫌なところあったね。このカバーをつけたことによって、このバランス分かります？
この隙間のバランス、この窓ガラスのこのイラストがあって、ここ上側はまあだいたい5ミリぐらい隙間あります。でこれ何もないと下側も5ミリ隙間あるんですが、これくっつけちゃうとこうぴったりなので、動かすとこんな感じなんですが、つけました感が出るな、これだけで。いや、ほんと小さいこと言ってますよ。まあ両面テープだから、まあ剥がせるからまあいいんだけど、な、結構長いよ。純正はここフラットなんですよ。それがもう 1.5 ミリとか出てくるね。一旦拭いていきます。やばいやばい、ごめんなさいって。で両面テープが上下でつくんだよね。こういった感じでつくので、上とこの下両方拭いておきます。こんな感じで拭いて、まずここからつけちゃおうかな。まあ1ミリぐらい余分な幅があるので、カタカタします。なのでこれしっかり中央につけられるように、この奥側のこの幅を見てつけた方がいいかな。ここね、上側をちょっと見ながらくっつけるような感じ。この辺かな。ああ、確かに押しやすくなったな。結構このシルバーの部分が、まあ、1センチないぐらいの幅なので、まあ、幅が狭かったんですけど、まあ、この辺ぐらいでもうピョンピョン押せちゃうっていうのは押しやすい。続いてここ行きます。この辺かな。よし、まあ、干渉しないように、ここは下しか行かないと。あ、やっぱ僕はね、ここの隙間が気になる。デザイン性のところね、もうとりあえず2つつきました。この違いですね。なるほどね、確かにちょっと浅いんだよね。はいはい、分かってます。あ、確かにね、操作性はいいわ。ここ三角形なんですよね。でこの下の方からこう上げる、そうすると上に上がりやすいんですが、ここだとこうつるんと滑って上に上がらないんですよ。けどこのスイッチカバーつけた方はこの辺手前でもしっかりこう引っかかってくれるので、まあ上げられるっていう、これはまあ違いがありますね。まあとりあえず残り2つつけていきますか。まあ黒ですごくまとまった感じはあるけど、やっぱつけました感はあるな、どうしても。まあつけてるんだからしょうがないんだけどね。最後1個、はい、すべてつきました。これはね、違うわ、わかる、すげえわかりやすくなった。っていうのもここ2個がへこんでるじゃないですか。こっち2つは、まあ、その普段使わないスイッチなので、まあ、へこんでていいんですよ。でここ2個窓ガラスの上げ下げのところは出っ張ってる分、こうわかりやすくなった。このスイッチがほんと全然違う。あー、本当に操作性が良くなった。はい、そしたらこれが運転席から見た感じですね。で今普通にシートは通常運転するポジションに移動してあって、まあ、さっと手を伸ばした時、まあ、これぐらいなんですよね。でこの時にやっぱ窓ガラスの方はちょっと長くなってるので、これだっていうのが分かります。同じ感じでこう触った時に窓ガラスの方は当たってくれるので分かりやすい。これが窓だなっていうのはすごく分かりやすくなりました。で見た目はやっぱつけた感はありますね。でこのイラストのこの下の隙間ね、これが僕は気になる。もう操作性を取るか見た目を取るかっていうところ、といっても見た目がね悪いっていうわけでもないんですよ。しっかり作られています、このスイッチ自体ね。なんかちょっとジムニーっぽく作られてる。これで1000円だったらありだと思います。なんか操作性悪いなと、どこにスイッチがあるんだろうなと思ってた人は全然あり。なんか他でね代用もできそうな感じもしなくはないけど、操作性は圧倒的に上がりました。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらセイコー産業のスイッチエキステンション BK という、まあ、スイッチカバーですね。 JB6474 ジムニージムニーシエラっていうのは窓ガラスのスイッチが真ん中についていて、手探りだとちょっと分かりづらいっていうのでスイッチカバーをつけて分かりやすくしましょうっていう、まあ、商品なんですが、実際に取り付けてみてもう操作性はすごい上がりました。あ、ここだなっていうのが手探りで分かるようになったし、
取り付けも簡単、両面テープでピタッと貼るだけっていうのが、まあ、一番いいところなのかなといった感じです。で、まあ、気になったのはやっぱり付けました感っていうのと、ほんと細かいところなんだけど、イラストのその隙間が僕は気になりましたっていうぐらいかな。まあ、他のもので代用もできると思うんだけども、まあ、1000円弱ぐらいだったらこれで十分なのかなといった感じです。なので、まあ、購入をね検討している人だったり、ちょっと使いづらいなと思っていた方は、まあ、この動画を参考にしてもらえればいいのかなといった感じです。で、まあ、ジムニーはねパーツが多いから、まあ、こういうものいっぱい出てるんだけども、僕の車パーツ全然ないんですよっていう人もいると思います。僕もね過去に悩んだことがあるんですよね。僕のカラーに合ったパーツがないんですよとか、そういう、まあ、いろいろ車の悩みもあると思います。私の車全然パーツありませんっていう人ね、ぜひコメント欄で盛り上がりましょう。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。